若手俳優として注目を集めている中川大志さん。最近は映画やドラマに引っ張りだこですよね。この動画では中川大志さんのご家族や学歴、芸能界デビューのきっかけをご紹介します。最後までご視聴くださいね。中川大志さんのプロフィール。本名、中川大志。生年月日、1998年6月14日。出身地、東京都。身長、178センチメートル。血液型、B 型。所属、スターダストプロモーション。中川大志さんの実家の家族構成。1998年6月14日、東京生まれ、茨城県取手市出身の中川大志さん。大志の名は、クラーク博士の、少年よ、大志を抱け、の言葉にちなんでいるそうです。実家の家族構成は、お父さん、お母さん、2歳年上のお姉さん、中川大志さんの4人家族です。中川さんといえば、同じく若手俳優の福士蒼汰さんとよく似ていて、兄弟じゃないのか?という噂も出ています。しかし、血縁関係は全くありません。でも、目元や身長、雰囲気などは本当によく似ていますよね。中川さんの実のお母さんでも間違えるほどなんだそうです。また、家族仲もとてもいいようで、親子喧嘩はほとんどしたことがないんだとか。お父さんとは一緒にドライブや温泉に出かけたり、お母さんともクリスマスに一緒に駄菓子屋さんに行ったりと、とても良好な関係のようです。中川大志さんの出身小学校。中川大志さんの出身小学校は、取手市立稲小学校です。現在は、統合により、取手西小学校となっています。中川さんは、2005年4月に、同、小学校に入学し、2011年3月に、卒業しています。小学校入学前から、ジャズダンスを習っていた、中川大志さん。ダンスの腕前は、相当なものなんだそうですよ。中川さんの芸能界入りのきっかけは、小学校4年生の時のこと。親と出かけた原宿で、現在の事務所である、スターダストプロモーションに、スカウトされました。そのことがきっかけで、中川さんは、小学5年生にして、芸能界デビューを果たします。小学生で、スカウトされるなんて、よほどスター性や、何か違ったオーラを、放っていたのでしょうね。そして小学校時代の2009年に NHK の再現 VTR で俳優デビューし、翌年には映画デビューも果たしています。中川大志さんの出身中学校。中川大志さんの出身中学校は取手市立第二中学校です。中川さんは2011年4月に同中学校に入学し、2014年3月に卒業しています。中学1年生の時に雑誌ニコラのメンズモデルに抜擢された中川大志さん。また同じく中学1年生の時に NHK 朝の連続ドラマお日様でヒロインの兄の子供時代の役を演じて一躍注目を集めました。さらに、ドラマ、家政婦の三田へ出演したことをきっかけに、活躍の場を広げています。中学時代に出演したドラマの数は、なんと16本。そのため、都内の中学校に転校したのでは?との噂もありますが、取手第二中学校を卒業しています。中川さんは、撮影の度に、取手市から上京していたそうです。ちなみに、中学時代は、バスケットボール部に所属していた、中川大志さん。仕事が忙しすぎて、練習や試合に参加することは、難しかったでしょうね。中川大志さんの、出身高校。中川大志さんの出身高校は、多くの芸能人を輩出していることで有名な、堀越高校です。堀越高校は、偏差値38の学校です。中川さんは、
2014年4月に同高校に入学し、2017年3月に卒業しています。小学5年生で芸能界デビューし、中学生の時にドラマ『家政婦のミタ』への出演で人気俳優となった中川大志さん。芸能活動に専念するために堀越高校への進学を選択しました。高校時代は6本の映画と9本のドラマに出演していることから、とても多忙な生活だったことが想像されます。高校生活のエピソードがほとんどないため、なかなか学校に通う余裕はなかったようです。それでもきちんと卒業されていますから立派ですよね。高校時代の中川さんは、仕事が忙しすぎて学校の行事にもほとんど参加できなかったそうです。ちなみに高校の修学旅行の時にはあばれる君と屋久島で飛び魚漁に挑戦する仕事をしていたそうです。忙しすぎてなかなか学校に行ける日がなかった中川さんでしたが、学校に行って友達と会った途端にテンションが上がっていたそうです。ちなみに中川さんの学校での楽しみは売店のアイスです。学校では中川大志さんも普通の高校生だったんですね。高校卒業後、中川さんは芸能活動に専念するため大学へは進学していません。高校を卒業するときに中川大志さんはインタビューでこんな言葉を残しています。この春に高校を卒業しまして、高校卒業後は大学に進学せずに、この仕事だけでやっていこうという風に決めました。一番役者の仕事が好きで、現場が一番楽しいので、正直、中学校、高校も両立は楽ではなかったので、そろそろ全部の時間とエネルギーを、一回、役者の仕事に注いでみたい、という思いがあったので、決めました。中川さんの役者という仕事に対する思いの強さが伝わってきますね。中川大志さんの出身校や生い立ち、芸能界デビューのきっかけをご紹介しました。デビューから順調にキャリアを積んでいる中川大志さん。小学校、中学校時代からこんなにコンスタントに映画やドラマに出続けることができるなんて、やはり素質を持った方なんだなと思いました。まだまだ若い俳優さんなので、今後の成長に期待したいです。さて、あなたは、どのように感じましたでしょうか。中川大志さんは、さらにすごい役者になると思う、と感じた方は、グッドボタンを押してください。また、あなたのご意見やご感想をコメントいただけたら、嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。